終了でーす。まあ人生の縮図と、人生の縮図と言われていて、あの USD の研修とかでも使われてるわけなんですけど、これ皆さんが、今ちょっとコーチング的に解説すると、グローモデルっていうのがあるんですね。グローモデルって何かっていうと、ゴールがあって、でゴールって皆さんに言うと、このグラフを一番下に下げるっていうものがゴールじゃないですか。R がリアリティ、もしくはリソース。リアリティっていうのは現状ですね。で、リソースっていうのは、例えばこういうことをしたらいいっていう。O がオプション、選択肢。で、W が意思決定の意思ですね。で、皆さんは最初にこれをやっていったんですが、うまくいったときとうまくいかなかったときがあるんです。こっちが時間軸ですね。で、こっちが成長とか。最初皆さんこれうまくいったじゃないですか。最初の人数だったらうまくいったから成長しました。で時間もちょっとかかったのでここら辺になりました、 R が。でただ人間が増えてくると、どん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 難しくなってくるんです。これって職場とかでもの意思疎通とか同じだと思うんですね。やっぱり3人で意思疎通をするよりも5人の方が難しいし、意思疎通は。で、6人になったら、10人になったら、大きな企業になったらということで、どん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 意思疎通であったり、目標達成が難しくなっていくと思うんです。じゃあ、どういうふうに、どうしたら、このリアリティ、現状からゴールまでたどり着くことができるかっていうと、このヒントが、目線切り替えマップっていうものがあります。これがですね、これが現状だと思ってください。この皆さん、ここですね。で、こっちが過去。こっちが未来。過去プラスと過去マイナスって言います。で、過去プラスって何かっていうと、例えばここでストップとか、一旦ここで止まって、止めましょうって言ってくれたじゃないですか。そういう声かけ、良かったですよね。それが過去プラスですね。ゴールまでつながる、何かプラスので、声かけとかが過去プラスになります。で、過去マイナスって何かっていうと、例えば、1人がこう取り残されてしまってたら、斜めになってしまって、あとは、っていうのがあったと思うんです。それが過去マイナス。ゴールまで、行くときに、障害になるものであったり、マイナスになるものを過去マイナスと言います。で、皆さんは、未来プラス。未来プラスのゴールに行きたいんですよね。なので、ここに行くためには、過去プラスを、使って、でリソース、オプション、選択肢、過去プラスのこういうことをやったらよかったっていうものがあると思うんです。それを、どん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 出していきましょうっていうことです。で、この目的としては、これをやっている目的としては、皆さんの心合わせをしていってます。心合わせです。これが目的でやっていて、ゴールは下につくことです。じゃあどういうことが良くて、どういうことがこれはやらない方が良くてっていうことを出し合って、スムーズに下まで行くように、少し話し合ってください。これがなんで人間関係の縮図って言われているかというと、理由がありまして、このワークをすると、例えば、意見を言う人とか、こういう発想があるけどちょっと言えない人とかがいると思うんですね。主張の特徴が、こう自分の自己表現の特徴が3つあって、それがアサーティブ、アグレッシブ、ノンアサーティブですね。ノンアサーティブ。で、ノンアサーティブって何かっていうと、非主張的っていう言います。主張したいけど、主張できないっていう、状態のことをノンアサーティブって言います。じゃあ、アグレッシブってどうかっていうと、めちゃくちゃ主張するみたいな感じです。攻撃的な感じ。じゃあ、アサーティブってどうかというと、自他尊重の関わり方と言いますね。この横並びで、自分の意見も伝えられるし、相手の意見も、尊重できるし、っていう、関わり方なんですけど、このアサーティブをやった方がいいですよね、人間関係の中で。なので、
イメージ湧かないと思うので、例を言うと、あ、じゃあ今日お昼ご飯を食べに行けるとすれば、どこに行きたいですか？何を食べたいですか？はい、パスタです。パスタ。あ、いいですね、パスタ。僕はお肉を食べたいです。でもパスタも食べたいので、パスタもいいかもしれないし、じゃあ今日はパスタにして、明日はお肉にするというのはどうですか？あ、いいと思います。はい、じゃなくてよかったです。ああ、そうですね。今日はじゃあパスタにしましょう。いいです。はい。っていうのがアサーティブ。自分の主張も伝えてるし、相手の、主張も受け入れて尊重してる。これがアサーティブですね。じゃあアグレッシブになるとどうなるかっていうと、今日何食べたいですか？パスタ。パスタ。いや、パスタはダメでしょう。お肉でしょう。まあ、お肉いきましょう。っていう感じで、こうかぶせて、攻撃的な感じ。これがアグレッシブですね。上から下にこう変わっていくっていう。じゃあノンアサーティブって何かっていうと、今日お昼食べに行けるとしたら 何を食べたいですか？パスタでいいですか？パスタにします。お肉が食べたいんだけどなっていう、相手には伝えないけど自分の中で悶々としてる状態、これをノンアサーティブって言うんですね。自分が下になっちゃって相手に主張できない。このお仕事とそれから、人生の中でこういう関わり方をしていたことってあると思うんですけど、それを皆さんでちょっと一回シェアしていきましょう。 YouTube を最後まで見てくださってありがとうございます。川津先生です。ご質問やご感想がある方は公式 LINE よりよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。